はい、皆さんこんにちは、マサでーす。はい、今回はこの回っている、ワイルドミニ四駆を紹介していきたいと思いまーす。っていうかね、このワイルドミニ四駆はもう完全に普通のワイルドミニ四駆じゃなくて、完全に改造してるんですけどもね。これはね、まあ、ちょっと前にね、ミニ四駆フェスに出させていただいた時の、作品でーす。まあ僕はもともとミニ四駆は、まあ普通のミニ四駆ですね、コースで走る。まあそっちよりもこの、いろんなところを走るこのワイルドミニ四駆っていうのが好きで、この1台だけ持ってたんですけども、それで、まあ今回フェスあるっていうことで、いろいろ改造してみました。ちょうどその時にね、マッドマックスの映画を見てたっていうか、前、DVD になったやつをね、それでちょうど、これがいいんじゃないかなと思ってね、こういう風に作りました。まあ、マッドマックスにはこんなやつは出てこないんですけども、車はね、まあこういう感じの、っていうんで作りました。まあ、もちろんこのウッディマンが出てきませんけどもね。この気に入ってる、結構稼働はあんまりしないんですけど、このウッディね。これもちょっと気に入って出してもらいました、今回は。ちょっと、まあ、そんなに細かく見るほどのあれじゃないんですけども、見ていきたいと思いまーす。はい。一応一回止めまして。よいしょ。そうですね。横はまあこんな風にね、一応この窓のところはこの僕のいつも好きなこの網をやってるんですけどね、この金網みたいのにね、ここは一応煙突みたいなのがあって、本当はねここにねなんかろうそくみたいのを仕込んでね、撮影するときに火が出るようにして映そうかなと思ったんですけどね、ろうそくはねまあ仕込めることは仕込めたんですけども、まあ、あんまり思ったような日が出なかったので、ちょっと失敗だなと思って、それはやめて、ただの煙突にしました。まあ一応ここは、まあ一応開閉できるよって、まあ開閉できるけど、これが邪魔になって、人間は入れないんですけどもね。そして、まあいろんな土汚れみたいな感じでいつものように汚して、まあ正面はね、このマッドマックス風に、このドクロの、アクセサリーのやつがあったので、これをつけて、ボンネットもっとね、激しく、もっとまあ、いろんなもん出したいと買ったんですけどもね、これ以上ごちゃごちゃしても、ちょっとあれだなと思ってね、今回はこれぐらいに抑えました。で、これは一応取り外しはできるようになってね、走るときにこれまた落ちたり、邪魔になったりしても、いけないしね。まあ誰かに当たって怪我させてもいけないので、まあ一応これは取り外しは可能ということでね。そしてこっちの横もまあ同じような感じですね。そして後ろはこんななってて、まあ下もこんなんですね。まあ一応下も一応それなりに錆びてるように塗ったんですけども。そしてホイールのところもまあ一つ一ついつもこの感じのこの錆汚れと土汚れみたいな感じで。まあ、一番の特徴は、この、大きい、アームですね。これも、なんかの時に、まあ、作ったアームを、取り外した可能にしてたんで、これが、パーツが余ってたので、これ、なしでも良かったんですけども、まあ、ちょっとインパクトある方がいいかなと思ってね。これをつけました。これはね、これ多分、この、先っちょになって、これも一応もう完全に固定したんですけど、まあ取ろうと思ったら取れるんですけどね。まあ、こんな感じで、作らせていただきました。まあね、車はこんな感じでね、その時に一緒に乗ってた乗務員というかね、これも一応マッドマックスに出てくるような感じで、のやつを2人ぐらい乗せたらいいかなと思ってね、やったんですけども、これは、まあちっちゃいね、北斗の拳シリーズのフィギュアを、ちょうどね、サイズ的にぴったりだったんですから、だったのでね、これはね、よく動画でも出てくるこのシューですね。シュー先生のやつを塗って、まあ、一応顔もね、ペイントしてって
感じですけど、まあ雑ですけど、うん、こっちはねポーズが良かったのでこいつにしたんですけど、これユダですね。うん、ユダ、うん、そしてまあ一応これはまあこいつらみたいにしなかったんですけども、うん、まあケンシロウとサウザーだけはまあ元々のままで置いときました。うん、なケンシロウのねフィギュアもね、うん、欲しいって言ったら欲しいんですけどもね、まあだけどケンシロウも僕は今のところはないジャギがあったらね欲しいですね。ジャギが一番ね、うん、こういう北斗の拳の世界とかね、こういうマッドマックスのこういう世界も好きなんですよね。うん、あ今回はねまあ簡単にっていうか、まあこの前そのフェスに出させていただいたやつをご紹介させていただきました。うん、ね、それからねこの前のねこの化石恐竜ね、これ見事にもう粉砕バラバラ事件が起こりましたけども、うん、なんとかこれ復活させました。うん、じゃん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 、まあそれっぽい感じでね、うん、結構綺麗なところまでこの石膏みたいなの取れなかったんですけどもね、まあこれはこれなりのそれなりの味かなと思ってね、うん、これ100円の割には結構な出来で、これ何かなと思ってこれ調べていったらね、うん、多分これだと思うんですけどね、これ、うん、ディブロドプス、うん、あんまり聞いたことない、恐竜ですけども、一瞬スピノかなと思ってね、うん、思ったんですけど、これね、こっちもスピノかなと思ったんですけど、違いますよね、こっちですの、こっちでしたね。うん、まあ珍しい感じのやつですし、まあ結構ね、100円にしてはね、遊べたしね、これ掘り出すのがちょっと難しかったっていうか、まあ、ポロって骨折れてしまったんですけど、一応まあ直したので、まあこれはこれで。よしとします。まあ、これにこれにも合ってますよね。うん、この辺に載せたらそのとこかな。うん、ということで、今回は、以前ね、出させていただいたミニ四駆フェスに出させていただいた、この、僕の作ったやつと、あと、これですね、うん、前の化石の、骨折してバラバラになったやつが修復したよ、という動画です。まあ、これ一応ね、これでもうこれ、こんな、いろいろ塗って、これで走らなかったらね、本末転倒ね、なんでこれは走ってなんぼのもんですからね、まあ、これここにスイッチがあるので一応走りますよっていうので、うんうん、まあ音はこんなんであってのはどうかわからないですけど、うん、まあこれね家の中部屋の中走らせたらね、うん、とんでもない、もうごっちゃ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 あっちこっちね、うん、トムとジェリーの喧嘩みたいにね走り回ってしまうので、ね、うん、まあ家の中では走らされませんし、撮影もできませんし、うん、まあ奈良にはね平城宮跡って大きいところあるんですけどね、あそこも最近ちょっと厳しいからね、ちょっとあんまり走らせたりできないみたいなかなと思ったので、まあ一人で走らせてもね寂しいですからね、うん、これはここで楽しく一人で見たいと思いまーす。ということで今回はこういう動画でした。はい、今回はそうですね、誰でバイバイしようかな、うん、今回はまあこの前骨折したからね、この恐竜くんバイバイでお別れしたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。骨折恐竜でした。マサでした。またよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。またね。それでは恐竜くんバイバイでお別れしたいと思います。またホリホリシリーズもしたいと思います。はい、ウッディも、はい、バイバイ。